皆さんこんにちは。パーソナルトレーニングジムフィス大阪代表の池本です。今回の音筋トレはヒップリフトです。音楽に合わせていろいろなヒップリフトを行うことで形の良いお尻を作っていきます。音楽と合わせることでかなり楽しいプログラムになったので、ぜひご自宅でやってみてくださいね。ルール説明。1分間ヒップリフト、30秒休憩。1分間ヒップリフト、30秒休憩。最後46秒間ヒップリフトをして、全部で3分46秒のプログラムです。それぞれの動きのアイコンが流れてきますので、真ん中の20丸にタイミングを合わせて、それぞれの動きを瞬間的に行います。アップと書かれたアイコンが来たらお尻を上に上げる。ライトと書かれたアイコンが来たら右足を上げながらお尻を上に上げる。レフトと書かれたアイコンが来たら左足を上げながらお尻を上に上げる。フロッグと書かれたアイコンが来たら両足の足裏を合わせてお尻を上に上げる。注意点としては、滑りにくい床で行いましょう。それではスマホを持って膝を曲げて仰向けに寝転がりましょう。いきます。3分間ヒップリフトチャレンジスタート。お疲れ様でした。よく頑張りました。お尻全体にかなり効いていると思います。 2,3 日に1回これを続ければ、かなりお尻が鍛えられて形の良いお尻が作れますので、ぜひ継続して頑張ってください。ご清聴ありがとうございました。またやりたいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。
他の音筋トレもぜひやってみてくださいね。